教えて春郷先生。皆さんこんにちは、小林豪です。こんにちは、中里春菜です。こんにちは、ぽんちゃんです。さあ小林豪先生、はい、今日は何を教えていただけるんでしょうか。今日はね、ルールというよりは、ゲームの始め方と終わり方。今までね、一番新しい最新の自動麻雀卓を使ってたんで、簡単にできちゃってたところなんですが、今日は昔ながらの手積みの卓を使って正しい始め方と、あとは一局がどこまで行くのかと、どうやって終わるのかっていう話をしたいと思います。そういえばポンちゃん分かんなかったね、うんうん、途中ばっかりやってたから。そうだね、うん、初めも分かんなければ、うん、どうやって終わるのかも分かんなかったね、うん、全然分からへんかった、はい、今日はそこをやっていきましょう。はい。さあまずポンちゃん、はい、ゲームの始め方です。はい、はい、さあまずポンちゃん見てみましょう、うん、なんかいつもと違いません。あれなんかいつももっと機械っぽいのに、うん、全然違う。そうですね、真ん中になんかこう光るものは何もないし、うんうん、あその代わりに何かサイコロある。サイコロなんか使うの、はい、そうなんです。実はちゃんとしたルールではサイコロを使います。へ、うん、はい、前回までは素晴らしい機械が、うん、素晴らしい機械が素晴らしい機械があったので、うん、必要なかったんですが、まあ、どこのねお宅にもあるわけではないので、確かに、はい、お家でやろうと思ったらこんな感じになるわけです。はい、はい、まずは136枚の山を積まなきゃいけないですね、うん、はい、この山1人17枚 ×2 段を積みます。 17×2 段、はい、おー長い。そうですね、1人17枚を積んでこの2段にした状態になってます。はい、はい、で、こちらを少し右を斜め前にしてこう四角にします。はい、これを俗にイゲタを組むなんて言います。イゲタを組む、はい、ほうほうほう。さあこの状態でやっとゲームができます。よし、はい、ではまず、うん、あの機械ではボタンを押しただけで出てきていた自分のハイパイを取らなければいけません。あ、そうか、それない。確かにない。それを決めるのがこのサイコロ2つです。お、重要、重要です。重要。それではまず、うん、ポンちゃん、はい、このサイコロ2つ、はい、振ってみてください。はい、ポンちゃん持てる。ポンちゃん持てるよ。はい、よいしょ、えい。さあポンちゃん、はい、サイコロの出目こちらは4と6が出ました。4と6。はい。ということは足して10ですね。足して10。はい。2つの出目を足し算したこの10という数字を使ってハイパイを取っていきます。はい。はい。まず4つ山があるので、うん、はい、どこの山から最初取るかを決めます。確かに。これじゃ分からへん。はい。さあポンちゃんが親だったので、うん、親の目の前の山、そう、そこですね、あれ、そこの山が1の山となります。1の山、はい、そして麻雀半時計回りなのでこちらの山が2、はい、向井さんが 3、そしてぐるぐる回りますよ、4、5、6、7、8、9、10ということで、10の山はこのポンちゃんから見て右側の山ということになります。はい、はい、ではこの10の山から端っこから取ればいいかというと、そうではなく、違う、違うんですね、うん、この10をもう一度使います。お、はい、10の山の前に座っている人の右手から、右手から、右手から10離します、うん、はい、ここですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ですね。お、10個、はい、さあ10個、ここが10個ですね、うん、はい、この10個を残して区切りをつけたここがスタートということになります。10個目じゃないんや。そうなんです、10を区切るという感じですね。間違えそう、はい、
ということで、うんうん、ここからスタートして取り出していくのですが、はい、13枚を1枚ずつ取っていたら時間がかかってしまうので、うんうん、大変、はい、手に収まりのいい4つ、はい、ここから4つですね。この4つです。おー持ちやすそう、はい、うん、この4つを、3周ですね。3周、4つを3周、はい、3周 4×3 は12、はい、ということで13枚のうち12枚はこの3周で取れることになります。はい、はい、それではまず3周取ってしまいましょう。ポンちゃんから、はい、よし、さあ親のポンちゃんから、はい、1周目来ました。はい、よいしょ、次ポンちゃんね、はい、2周目です。もう一回ポンちゃん、はい、これで3周目、よいしょ、はい、これで全員が12枚のハイパイを取ることができました。はい、はい、残りはあと1枚お、はい、ですが、うん、またここでねややこしいやつがあるんですね。まず13枚を全員が1枚ずつ取ってしまいました。そこからじゃあゲームをしましょう、うん、誰からだっけってなっちゃうんですね。確かに分からへんくなる。そうなんです、親の示すものが何もないので、ない、実はサイコロ振った人が誰だか分かんなくなっちゃうんですね、うん、まや、というわけで親は一つ持ってくるのを先にやっちゃいます。お、ということで親だけ14枚、14枚、はい、子供3人は13枚にしておくと親が誰か分かりやすいですね。確かに分かりやすい、はい、さあこの14枚の取り方はこちらです。一番最初の角を取って一、うんうん、つ開けて、うん、もう一個先を取る、まあ、テトリスみたいな取り方になります。おー、はい、これを俗にちょんちょんなんて言ったりします。ちょんちょん、はい、ふにょちょかわいい。そうなんです、ね、ちょんちょん、はい、ではポンちゃんちょんちょんをしてください。はい、はい、2枚ですね親だけ、ちょんちょん、はい、よくできました。これで親は14枚ですね、よいしょ、はい、そしてこの残ったところから子供が1枚ずつ取ります、うんうん、はい、はい、おー、うん、これで親が14枚、子供が13枚のハイパイを取り終えました。残った形はあんな階段みたいな形になります、はい、うん、はい、さあポンちゃん、はい、はい、ハイパイが皆さん配り終わりましたが、はい、はい、何か足りないと思いませんか。なんか足りへんかな、うん、実は、うん、機械でははじめにもうめくられていたあのドラの用事牌がないんです。あ、ほんまや、そうなんです、これは、ね、ない、作らなきゃいけないんですよ。そうや、ドラないわ、はい、というわけで、うん、作るのはどこかというとここですね、うん、持っていったところのここ、うん、はい、ここにドラ表示牌を作ります。はい、はい、まずここの1、2、3枚目、3枚目、はい、ここをめくってドラ表示牌を作るんですが、がですが、うん、これをめくろうとすると実はこの端っこが危ないということになりかねないので、まずこの端は落としておきます。お、落ちないように先に落としとく、先に落としちゃう、うん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 、こうしたら落ちてめくれることはないですね、うん、ない、はい、わけで落としてからめくります。お、はい、さあドラの表示牌はトンになりました。トン、はい、ポンちゃん、うん、この時のドラは何でしたっけ。トンなん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 ですね、うん、はい、なんかダジャレみたいになっちゃいましたけど、うはい、今のドラ表示牌は、あ、表示牌がトンなのでドラはなんということになります。はい、それでは、ここの
めくれたドラ表示牌のところなんですが、はい、実はここには王様がいるんです。王様？王様がいるんです。王様いるの？はい、実は麻雀は4人でやってるんですけど、うんうん、5人目の競技者として王様がいるんですね。2人目に王様、はい、さあ王様は実はここで上がりの形となるこの14枚をもともと持っているんですね。14枚も持ってる？持ってるんです。はい、これをワンパイ、王様の牌と書いてワンパイ、ワンパイというふうに言います。かっこいいな。はい、ただこの14枚、うん、慣れている人はこんな分けなくても分かるようになってます。はい、さあじゃあハイパイも配り終えたことだし、はい、一曲打ってみましょう。はい、親のポンちゃんはもう14枚来てるので、うん、ポンちゃんが捨てるところからスタートです。はい、じゃあこれ、うん、感じばっかり。さてここまで進んで上がりが出てませんね。はい、麻雀って麻雀牌の数限られてるんで、そろそろおしまいなんですよね。そっか、無限に積もれるわけではないです。そうや。さてじゃあどこまでやって終わりかというと、うんうん、先ほど王様の手牌のワンパイというお話しましたね。うん、ワンパイ聞いた。はい、王様の手牌はね、実は触っちゃいけないんです。え、やっぱ触ったかんの？はい、王様やしか。ということで今ここにワンパイが残されていて、あと4枚。あと4枚。ここまでやったらゲーム終了ですね。あ、そこで終わり。おお。じゃあやってみましょうか。はい。だね。じゃあ4枚で終わるんか。誰か上がれるかな。あれ？あれ？誰も上がれ、あ、終わっちゃいそう先生。あれ？はい、これで終わりましたね。終わっちゃった。誰も上がれてない。どうしよう、いいの？これはこれで終了なんですね。うん、一曲流れて誰も上がれなかった。うんうんうん、これ流局と言ってここでおしまいです。流局。はい。じゃあ流局したらどうなるかというと、うんうん、誰も上がれなかったんだけど。うん、あと1枚で上がれる天牌になってる人と、お、天牌、天牌してない人がいますよね。天牌してない人で、天牌してない人のことを脳天というんですが、脳天、天牌の人は手を開けて見せてください。あ、見せちゃうの？見せちゃう。脳天の人は手を伏せます。ポンちゃんは、じゃあやってみましょう。ポンちゃんは天牌かな。ポンちゃん、テンパイや先生。テンパイ。うん。じゃあ手を見せてください。はーい。じゃあ他の人も、テンパイの人は見せて、脳天の人は伏せましょう。さあ、これでみんな確認しましたね。で、上がってはいないんですけど、このテンパイの人2人は、点数をちょっとだけもらえるんですよ。え、そうなん？そうなんです。ワンパイ14枚残して流局、流局した時は天牌の人は開けて、脳天の人は伏せる。なるほど。天牌の人はちょっと点数がもらえます。いや、ポンちゃん点数もらえるんやな。はい、もらえます。わい。今回はゲームの始め方と終わり方について勉強しました。ポンちゃん、サイコロって使ったね。うん、うん、初めて使った。はい、サイコロのなんか出た目、うん、足し算するんですけど、うん、ポンちゃん何が出たら嬉しい？ポンちゃん、うん、そらもちろん6。なんで？さっきほら、誕生日6月、ポンちゃん誕生日
そうだった、言ってた、覚えて先生、そうだったね、想像、の6好きって言ってたもんね。そうそうだ、6月前だから6が出たらいいんだね。小馬郷先生、好きなんて夢とかございますか？10だと取りやすいかなみたいな。10、ああ、10が取りやすいな。取りやすいから、取りやすいし、なんかいろいろ崩さずに済むし、みたいな感じで、10がいいですね。なんかあんまり遠かったりするとね、数えにくかったり、確かに崩しちゃったりするんでね。12とか出るとね、左側のすごく奥から取っていかないといけないですもんね。ちなみに私は7かな。 7、あのワンパイがね、綺麗に残るんですよ、7で取ると。そうなん？ 7 は ×2 で14枚じゃないですか。なのでお向かいさんの7を取ると残した牌がぴったりワンパイなんです。ほんまや、めっちゃ綺麗に残るやん。なんで7が取れたらいいなとは思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。勉強になった人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ツイッターもフォローしてね。それじゃあバイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは、麻雀連合の小林豪です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。麻雀が一人で打てる、学びたいよりも打ちたいっていう方には健康麻雀実践コースとノーレートフリーコースの2つからお好きな方に来ていただきます。健康麻雀の実践コースというのは、主に平日の昼にやってるものなんですが、ある程度打てる方で、ちょっと年配の方が多めの時間帯にやってます。ノーレートフリーの方は夜にやってるものなので、結構いろんな年代の方がいらっしゃいまして、仕事明けの強い若者から、ゲストプロまでいろんな方が来てますので、腕試しをしたい方はこちらに来ていただきたいと思います。常設のコースではないんですけど、女性限定とか学生限定の教室っていうのもやってます。不定期なんですが、小林豪勉強会というのもやってまして、結構麻雀打てる方向けの教室みたいな感じでやってます。詳細はホームページや SNS などから確認していただくとスムーズかと思います。